小野次郎は、東京都出身の調教師、元騎手。元騎手の小野貞夫は、当園にあたる。1986年に、競馬学校へご期生として入学し、同期に、井原氏久殺、小池隆夫、佐伯清久、佐藤哲三、角田光一、山田大成がいる。1989年3月1日付で、騎士免許を取得し、美穂・高松国を旧社からデビュー。 初起場は、同11日の中山第12競争、アイディンギリーで、初勝利は5月7日の東京第4競争4歳、未勝利、北海香里で挙げた、同日の第6競争4歳未勝利、ストーミーウェザーでも勝利を挙げ、1日2勝を記録、7月の新潟では5勝を挙げ、10月には、ン馬東京タイムズ杯、エレクトロアートで重賞初起場を果たす。 11月の京成杯3歳 S では9頭中9番人気のシュバリエで2着に入って波乱を演出したほか、12月のダービー強 CT では13頭中10番人気のインターストレッチで3着に入るなど、重賞でも見せ場を作った。1年目から2桁の15勝をマークし、2008年まで20年連続2桁勝利を記録、伝面極白校と共に、 高松旧社の主戦騎士と関東の中堅騎士として活躍し、1994年にはリスクフローラで4歳品馬特別を2着と、高層、大賀賞で6年目での GI 初騎乗を果たした。1995年にはカブト山記念、IOU で7年目での重賞初制覇を果たし、1996年のフェブラリーステークス、帝王賞では北斗ベガの2着と検討。 柴田正人引退後の高松旧社を支え、2002年には自己最多の54勝をマーク、2005年からはフリーに転身、2010年12月9日、2011年度新規調教師免許試験に合格、同年7月18日の函館第一競争を2歳、未勝利、TM 社等が最後の勝利、10月24日の東京第七、競争3歳、以上500万した。 オンワードチアフルが最後の起乗となった。通例2月末に行われることが多い引退記念の起乗及びファンへの挨拶などは一切行わなかった。かつては調教師免許合格後、旧社会業の準備期間などの理由により、1年程度多旧社に技術調教師として所属し、研修後開業するのが通常の流れであったが、近年は調教師の定年及び定年前の優待や、 自主的な馬房の返上が増えたことにより、3月1日の新規調教師免許取得と同時に開業するケースが増加した。おのも2011年3月1日付で調教師免許を取得すると同時に、美穂トレーニングセンターに旧社を開業。競馬学校同期でもある角田も、同日に立党トレーニングセンターで旧社を開業している。管理場初出走となったのは、 同9日の大井第10競争アーバンステージ、ヤヨイ賞、マイネルプロートスで、中央での管理場初出走は、同19日の小倉第2競争3歳未勝利、レゴリスであった。8月7日の函館第2競争3歳未勝利に、ワニタ番店ンンを出走させ、延べ60頭目で、初勝利を挙げた。開業年は158回出走して5勝をマークし、5勝中2勝は、 カネスラファールで挙げたものであった。2012年は、旧社の出走機会を239回に増やし、重勝初出走の新潟ジャンプ S カネスラファールか3着に入った。開業2年目で、初の2桁となる11勝をマークし、2015年には、体調不良により優待した、柴田政研究者から、コーリンベリーが、天馬や、一石初戦の JBC スプリントを逃げ切り、 旧社の重症発生波を機種時代にも成し遂げられなかった GI 制覇で達成している。ありがとうございます。